ひまわをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。この時間は FM ぎのわんよりサザンブリーズをお届けします。水曜日の担当は FM ぎのわんスタッフのめぐがお届けします。そして相方のせいやくんはまだ到着しておりません。今日もねギリギリになると思いますので、途中からね滑り込んでくるかと思いますので、ぜひ皆さん待っててくださいね。この後6時まで生放送でお届けします。今日もギノワントロピカルビーチより放送しております。ビーチの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。手振っていただきました。今日もねたくさんビーチに、いらっしゃってます。観光客の方ですかね。あと夏休みなのでお子さんも多いですね。で今満潮だということで、かなり水位が上がってきていて、すごく気持ちよさそうに皆さん泳いでいらっしゃいます。あとビーチパーティーの方もねたくさん来ていらっしゃって、とても楽しそうなトロピカルビーチからお届けをしております。今日はですね、今日ゲストさんがたくさんいらっしゃるということで、ゲスト祭りでお届けしたいと思いますよ。なので今日のテーマはフリーで、皆さんフリーですので、今誰かに話したいことなどなど結構ですので、メールでお送りしていただけたらと思います。今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。それでは今日の1曲目ご紹介しましょう。これもね夏にぴったりの曲を今日はお届けしたいと思います。ブルーエンカウントでサマーダイブ。ゆうこさんいる時間に間に合いますかね。ねえ、本当本当だね。スプリームさん、ありがとうございます。しーちゃんさん、トロピナウありがとうございます。どこにいるのかな。いるんだ。トロピナウですよってコメント。じゃあゲストさんは、モンバさんじゃないですよね。違います。誰だ。すごい、スプリームさんゲスト祭りなんだ。我が家は嫁が浴衣コンテストで予選を通過して全国大会に行くことになりました。すごい、部屋が浴衣祭り場。しーちゃんさん、さっき手振ってくれた方ですね。ありがとうございます。そっから見てくれてるんだ。ありがとうございます。そうです、ツイキャスでも放送しております。すごいね。すぐそこで聞いてくださってました。ギノワンの方なんですかね。さっきね、4時台も放送してたのでね、聞いてくれてた方がいるかもしれないです。観光客の方多いですね今日は。今日のテーマはフリーでお届けしております。
ムギノアよりサザンブリーズをお届けしております。さてこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。まずはじめにお天気からお伝えします。今日9日南西の風やや強く晴れ、波は2メートルの予報です。この後の降水確率ですが、18時まで 20%、 18時から24時が 10% となっております。日中の最高気温は34度です。そして明日10日南西の風やや強く、後西の風やや強く晴れ、波は 2.2 メートル後 2.5 メートル、降水確率は、終日 10% となっております。朝の最低気温は29度、日中の最高気温は34度の予報です。沖縄本島地方の沿岸の地域では10日明け方から波が高くなる見込みです。また熱中症にもお気をつけください。続いて道路交通情報をお伝えします。現在沖縄自動車道、沖縄自動車道下り西原ジャンクション付近で故障車が止まっております。通行される際は規制がありますのでお気をつけて通行してください。その他のところはスムーズに流れています。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在伊佐交差点付近で短い渋滞が発生しております。58号線北行き伊佐交差点付近、施設工事がありまして一車線規制になっておりますので、この辺りで混雑しているようです。通行の際は車線変更は早めにお願いします。続いて58号線薄熊交差点、こちらも短い渋滞が発生しております。そしてこの330号線の新田、交差点付近で短い渋滞が発生しております。その他のところはスムーズに流れているようです。今日もこの後お出かけされる方、それからご自宅に帰られる方、皆さん気をつけて運転してください。以上、お天気と道路交通情報でした。 CM 挟んでゲストさんの登場です。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。よろしくお願いします。まだ先ですもんね。30分ぐらいから、はい、出演なので。お願いします。失礼します。美容師です。あ、美容師さんなんですね。はい、伊佐のところにある。そうなんです。せっかそっか、昨日あの、伊佐、伊佐、ゴパチと今。あ、ほんと？じゃあ近い、ぜひ。ぜひぜひ。何屋さんですか？ドライフラワー。ユニゾンで、はい、展示会を行っていて。そうなんですよ。これで、これ、来てください。OK、いつですか？25日。ちょっと空間をちゃんと作って、影とかこのオーナメントで、地面で30とかある大きなものを作ったりして。分かりました。 あれ、いくつか置いときましょうか、お店にも。本当に嬉しいな、はい、今たまたま僕のお客さんが、あの相馬プライヤーの選手が僕お客さんで、相馬プライヤービーチサッカーチームがあって、そう。え、今練習してるんですか？今ちょうど車止まって、おいっつったら、何やってんすかって言うから、え、ラジオ出るっぽいっつったら、え、もう目の前で練習してますよ、僕とかって。もうみんなで出よう。飲んできて。そう。みんな出ればいい。練習しながらね。ね。じゃあ、僕フラフラしてればいいですかね。はい。すいません、30分ぐらいに。OK です。まあ、30分ぐらいにこっち来ればいいですか？はい。OK です。か、ラジオのお話聞いといてください。流れてますよね。流れとかが全然なんかあるんですか？そんな。いや、別にもうフリートークだから。フリートークで。じゃあもうもらったものに対して、はい、ああだこうだっていう。ですね。私はとにかくこの宣伝を、ね、お話ししたくて。そうですよね。僕とりあえずじゃあ、ね、もう相馬プライヤーの紹介と改めて。じゃあ聞いてみて。あと、はい、迷子。うちの近所で今迷子猫がいるんです。あ、それ言ってくださいね。すごくこれめっちゃ流れてる。そう言って。もう始まります。はい。やってますね。ありがとう。
FM 宜野湾よりサザンブリーズをお届けしております。さてここからはゲストさんをお迎えしてお送りしたいと思います。本日のゲストさんはこの方です。はい、よろしくお願いします。リースメーカー、はい、入ってないね。入ってます。リースメーカーの森優子です。よろしくお願いします。はい、優子さん、お久しぶりです。お久しぶりです、ね、前回いつだったんでしょう。2月とか3月とかそんな感じじゃないですかね。そうですね。ねえ、ようこそ1回目の登場で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、あのここにいる人がちょっといないんですけど、ね、来るはずね。もうすぐ来ると思います。せいやくんね、なんか妖精みたいだなって言って。そう、妖精みたいですよね。会いたかったんだけど、ね、前回来ないね。多分ね、もうすぐ来ると思います。向かってるので待ってますよ、はい、で今日はですね、ゆうこさんのもちろんリースのね、そうです、話も伺いたいんですけども、はい、ぜひぜひ。そうなんですよ、今実は展示会をされていらっしゃるということで。そうです、今日初日で、はい、なんていうタイトルですか。ですね、サンクチュアリー、聖域っていう意味なんですけれども、あとはお客さんとか皆さんへのありがとうのサンクス、サンキューのサンクとちょっとかけて造語を、あの展示会の会場の海蔵の宮田さん、オーナーさんがそれを考えてくださって、提案してくださったんですか。そうなんです。すごい素敵、とても素敵なタイトルをつけていただいて、いいですね。で2人です。合わせて聖域を今作りました。今、このカフェユニゾンさんの方で展示されてるっていうことなんですけど、はい、リース。そうですね、一応ネイチャーオーナメントっていうタイトルの名前にしたんです、はい、私のものはリースではなくて、ネイチャーオーナメント。そうなんです、はい、天井から吊るしているものなので、でも材料はリースと同じドライフラワーとか、はい、枝、草木とか吊るを使ってるんですけど、今回すごいたくさんね、作られたってことなんですか。そうですね、どれくらいかな、100は持ってこなかったんですけど、80ぐらいは作ったのかなと思います。すごい数ですね。大きいのも、はい、一番大きいのが1m30ぐらい、大きいものがあるので、すごい、はい、それが天井から吊られてるんですか。そうです。いや絶対すごい迫力ですよね。はい、圧巻になると思います。今回の、使ったお花っていうのは何種類ぐらいありますか。はいはい、もう数えられないかもしれない。お花たくさん使いましたね。あの、ユーカリに、はいはい、クバだったり、あとお花、ブーゲンビリア、スカーチス、バラニとか、本当に無限にキングプロテア、クイーンプロテア、アンパスグラス、無限に出てきますね。ありますね、すごくたくさん使う。あとは羽と、うん、あとはクリスタルガラスの、はい、あの下げたりして。そうそうそう、ゆうこさんのねクリスタルガラスもすごい特徴的なんですけど、あれはどんな意味が。あれはサンキャッチャーって言われていて、はい、あの太陽の光を集めて、うん、あの周りにくるくる回りながらオーナメントが、でガラスが反射して、はい、プリズム、七色のプリズムがキラ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 って周りに映し出されて、綺麗なものなんですけど、はい、見た目も可愛いですね。可愛いですよね。見てみ、ね、てください、ね、それは、この天井から吊るすことによって、はい、こうゆらゆらしたりして、そうです、ね、風で回ったり、窓から入ってくる風でゆっくり回ったりして、ちょっとイメージではメリーとか、はい、ああいう何て言えばいいんだろう、メリーわかりますね。赤ちゃんが使ってる、こうゆっくり赤ちゃんの間に回ってるようなメリーとか、はいはいはい、あとなんて言えばいいのかしら、難しいですね。難しいですね。くるくるゆっくり天井から吊るされて回ってます、ね、それが素敵ですよね。なんかすごい癒しですね。癒しのパワーがあります。本当ありがとうございます。前回見せてもらったのがね、はい、とっても可愛い。そうでしたよね、見ていただいたのが。ピンクの、うんうんうん、あれはスターチスだったんですか、ね、あれはね、スターチスとかブーゲンビリアも入ってたかな。ブーゲンビリアも入ってた、うんうんうん、とっても綺麗ですね。 ありがとうございます。あのブーゲンビリアなんですけど、はい、今年あんまり咲いてなくないですか。そうですね、今年少ないと思います。ですよね。で今回も私ちょっとブーゲンビリア少なめになっていて、そうなんです。でも今回ちょっと白とか、うん、白、シルバー、クリスタルのクリアのカラーを中心にやりたかったので、あとグリーンとちょうどよかったんですけど、
最近少ないですね。なんかお家の近くによく咲いてるんですけど、はいはい、そこが今年すごい少なくって、どうしたんだろう、ね、で、ね、あの道端とかを見ても、うん、今年少ないなとか思ってて、あ、そうかもしれない。皆さん年によって違うなと思ってて、どうなんだろう、うん、今年は白とかが多いんですか。はい、白とか。そうですね、この白いもの、なんかイベントのコンセプトが。そうですね、サンクチュアリで聖域なので、うん、やっぱりちょっとあの神聖な空間を作りたくって、うん、それで白とかシルバーとかグリーンとか、うん、ちょっと統一感のある、うん、あの展示会を作りたいなっていう思いもありまして、うん、で25日にライブイベントがあるので、はいはい、その時に、その時の空間でもあるんですね。はい、その空間作りにもなってる。そうですね、展示が、はい、ちょっと光と動く影を使ってそういうことできたらなと思って、ライブ中はすごい新しいですね。そう、ちょっとなんか異空間を作れたら、ライブ中にこうゆらゆら揺れてたりとかしたら絶対綺麗ですね。本当ですね。そのライブパフォーマンスされるのがシネマラブモークスさん。はい、スネマラブモークスさん、はい、こちらの方は沖縄の方々なんですよね。いいえ、沖縄ではないんです。あ、そうなんですか。からあのお呼びするんですけれども。そうなんですね。失礼しました。1999年フルートや弦楽器などさまざまな楽器を扱う音楽家、曽我さん。曽我さんです。曽我さん、はい、と、コントラバス奏者のガンジを中心に結成、仕立屋のサーカスのメンバーとしても活動されています。そうです。ちょっとわからない方は多分仕立屋のサーカスとかで調べていただくと演奏な感じとか見ることができるので。そうなんですね、うん、フルートとかコントラバスとかフリースハープ、いろんな楽器を使ってテープレコーダーも使ったりしますし。面白い。ゆうこさんと知り合いだったんですか。あの友達のつながりで今回でも本当に音楽が素晴らしくて、初めて聴いた時にちょっと涙が出てしまうくらい素敵で、でぜひ空間作りたいなと思って作れるかなっていうところなんですけど、なんかその曲とかバンドを知ってて、で好きなアーティストだったら、そうですね、なんかねイメージ湧いてきますよね。そうなんです。空間作る、はいはい、じゃあぴったりなんですよね、25日、うん、楽しみです。そしてそして、もう一方、ね、アクセサリーの方がいらっしゃるということ で、はい、ラケッツさん。はい、ラケッツさんです。ラケッツさんっていうジュエリーブランドなんですけれども、はい、今日、明日、明後日あの沖縄にも来て一緒に展示をしたり、はい、在廊してます、うん、で手作りって。そうなんです。はい、とても可愛い、はい、こちらもなんかこう神秘的なお守りになりそうなアクセサリーばっかり扱ってらっしゃる方で、はいはい、ね、もう百貨店とかにね。そうですね、あのちょっと沖縄には今ないんですけれども、うん、今回だけなんですけど百貨店さん、高島屋さんとか、はい、あとはあのビームスさんとかそういうところに、うん、全国ではいろんなところに、うん、入ってます、うん。でもその作家さんとこう会える機会っていうのはなかなか沖縄でないと思うので。そうですね、竹内さんの本当に多分お会いする機会がなかなかないと思うので、今日もつけてるんですけど。あー、かわいいですね。そうなんです。大きなクリア、はい、あ、このブレスレットもですか。そうです。クリアの中に羽を閉じ込めたりして、羽が入ってます、はい、ね、あとゴールドの。そうですね、これがラケッツの R の、ラケッツの R になってるんですね、はい、いたり、とっても可愛いですね。はい、ありがとうございます。そういうのが置いてある。置いてあります。とっても綺麗なので、うーん、そして手に取って帰っていただける。そうですね、ということなんです、はい、ね、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、この展示会は今日から、はい、そうです、今日から、ね、何日までですか。今日から9月の11日月曜日まで、はい、約1ヶ月間、はい、この展示会が開催されております。で、ユニゾンさんですね、11時30分から、はい、夜の1時まで、1時まで、5時まで、25時まで、はい、開いております。そしてカフェになってるのでね、普通にね、カフェとして利
表をしていただいて、そしてひこさんのお名前と見ていただいて、はい、ぜひぜひゆっくりお茶しながら、ね、お茶しながら本当に空間楽しんでいただきたい。そうですね、でご飯も本当に美味しいの で、 今日もランチたくさん食べて、はい、今日何食べましたか？今日は味噌汁そばですね。味噌汁そば本当に美味しくて、沖縄そばのそばですか？沖縄そばのそばでお味噌汁の、うん、そのお味噌汁もとっても美味しくって、ひき肉を炒めたもの、ちょっと八角の香りがするんですけど、ラー油をかけて、割とお味噌汁っていうとあれですけど、濃厚なラーメン、うん、ではないけど、ちょっとそれに近いようなラーメンと沖縄そばの中間のようなおすすめです。おすすめですね。ね、そんなカフェも楽しみながら見ていただきたいですね。はい、あとライブが25日。はい。はい、18時半会場の19時半開演になっております。はい。そして、前売りが2000円。で、当日が2500円。でぜひ前売りでね買っていただいた方がお得かと思います。本当だ、うん、ね、ぜひ予約してください。あとベッドドリンク代が500円となっております。はい、予約方法はユニゾンの店頭または電話メールで受付をしております。はい、電話番号が098-896-1060 098-896-1060 です。で、毎週火曜日が定休日になっているようなのでお気をつけください。はい、あと、はい、今日が、6時で、閉店になりました。今日だけで す、 です、ね、はい、今日だけ6時閉店、はい、そうです、それだけごめんなさい。はい、あとゆうこさんいらっしゃる日はいつですか？私ですね、私はですね、はい、10、12、明日と、はい、飛んで12日の2時から4時、はい、2時から5時です、ごめんなさい。で、あと18、19、29、9月1、2、3、2時、5時ですね。2時、5時。覚えられないよね。すごいたくさんいらっしゃるということで。はい、でも本当にゆうこさんの、この作品とっても綺麗なので、ぜひ目で見て、ね、いただきたいです。で、店舗は、はい、お持ちではないんですよね。そうなんです。そう、自宅のアトリエで作っています。そうなんです。うん、で、ショップはネットショップに。なので、はい、ゆうこさんに会える機会もこの機会だと思いますし、実際ね、目で見て手に取っていただけるのもこの機会だけだと思うので、ぜひね、お越しいただきたいと思います。では最後に、はい、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ですね、はい、お茶とかもしながらゆっくり軽い感じで見れるので、ぜひ皆さんいらしてください。はい、でお茶とかお食事されない方も、はい、ぜひ作品見に来ましたということで、気軽に駐車場もありますのでいらしてください。はい、はい、ぜひいらしてください。はい、今日はネイチャーオーナメント作家の森ゆう子さんにお越しいただきました。はい、今日はありがとうございました。はい、来てくれてありがとうございます。さあ、ここで1曲お届けしましょう。はい、続いての曲も夏の曲をお届けしたいと。最近 CM ソングなんかで歌われたことがあるかと思うんですが、こちらをお届けしましょう。浦島太郎、浦島太郎で三太郎音頭。じゃあ今度一緒にランチしよう、ユニゾンで。ぜひぜひ。それ以外のこの時とかで、もしこの材料の中で空いてるおランチできるよっていう時とかあるんですかね。土日とかあったら行けるので、うん、12とか行けたらいいですね。ね、12とか。あ、18、19、19、20かな、うん。もう土日ですよね。土日。あ、じゃあこの辺でどっちかでお昼しよう。はい、時間大丈夫？全然大丈夫。じゃあどっちか大丈夫だよって連絡ください。はい、また連絡します。はい、ありがとう。先ほど頑張ってね、ちょっとありがとうございます。またね、ありがとう。ありがとうございます。またね、はい、頑張って、ありがとうございます。嬉しい。
もう一回入り直します。